皆さんこんにちは、今回言及させていただきたいのは何に関してかというと、皆さんが海外を回る上で安全にね回っていただきたいということで、海外の治安注意喚起ということでやらさせていただきます。今回は偽ガイド、空港の偽ガイド出現という件に関して言及させていただきたいと思います。この被害に遭う人結構いるんです。で、これに関してどういったことかっていうと、皆さんが例えば旅行会社のどっかの旅行会社の、ツアーで行くとします。で、その中でタグをつけると思うんです。旅行会社のね、旅行会社のタグつけて、で名前とか書くじゃないですか。その中で、気をつけていただきたい点として、偽ガイドっていうのがいて、それ何かっていうと、タグを見てね、タグがじゃあそこで出てきてちょっとうろちょろしてるじゃないですか。その時にタグが見て、この名前が入ってる方あるじゃないですか。名前が入ってる方の側をこう見せてると、名前を書いてボードを持ってこうやってやる。で、そのままあの人だと思って行ってついていったら、いきなりそうじゃなかったで脅されてお金取られてっていう事例があります。これを防ぐためにはどのようにしたらいいかということです。偽ガイドね、これはまずもちろんその旅行会社パッケージツアーで参加する場合ってはタグを書きます。で、タグをつけると思うんです。で、そうしないと確かにその旅行会社のやつってわからないと思うんだけども、タグをつけない方がいいところもあるんだけどね。で、つけるのであればやっぱり名前が入っている方を見えないようにした方がいいです。だから会社名の方、トラフィクスとかね、 HS だと HS、チャオとかねあるんだけど、そういう感じで、JTB は JTB あるじゃないですか。そこのところを見せて、名前の方は見せないですよ。名前を見せてしまうと、名前が 見てね、書いて、あーでボード持ってってなっちゃうので、そこだけ皆さん気をつけてください。だから偽ガイドっていうのはいますから、そういったところで、どっか連れてかれてね、車連れてかれて、車でどっかに変なとこ連れてかれて脅されて大金を取られるっていう件がありましたので、そこを注意していただきたいと思います。今回は偽ガイドに関して言及させていただきましたけど、こういった形で皆さんにね、治安の注意喚起させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。